さあではいきますね。どんどんいきますよ。まあ、負ける気は全くしていないので、もう終鉄トリオの動きが前回よりさらに良くなって絶好調のようだから気をつけて。大丈夫です大丈夫です、全然大丈夫大丈夫。もう終鉄トリオは誰かもよく知らんけど、伊沢と木杉のやつね。まあいやー、まあでも強いな。うわ、能力高すぎくんやね。うわ強いね、確かに20の大台乗せてきとるね。まあ、桑田でしょ。あーまあまあまあ、新井さんと、いやまあ強い、ちょっと強いな。え、初めてちょっとピンチかもしれません。能力的に高いっすよ、だいぶ。うちのメンツでいけんのかこれ。20超えが結構いたし、19みたいなのも結構いたんよね。ほらちょっと川口は多分大丈夫なんですけど、それ以外のメンツはだいぶ見劣りしますね。これレベル上がったはずなんやけど、これ格上ですよ。作戦聞くか。木杉、滝、伊沢の3人のマークを前回より強めた方が良さそうだな。どうやら今日は雨の中での試合になりそうだ。どうしても攻撃力が落ちてしまうが、落ち着いて攻めていくんだ。そうなんや。え、じゃあもう一回見る。いや、だいぶ強ない。なんか急に。いや、怖いのはディフェンダー陣なんですよ。ディフェンダー陣が結構19並べてきとるやん。行こう行こうぜみんな。これ前みたいな、今までみたいなシュート簡単に入るはちょっと考えん方がいいかもしれんな。お試しで山猿打ってみたいっすけどね。うわ詰めてきょるわマジで、うっとしい。いやーですよね。いやちょっとこれうっとしいな。今まで起こらんかったようなことが起こり始めてるぞ。これは危ないぞ。打つんかい。さすがにこれはない、まあ、川口は正直まあまあ強いから、さすがにこれは入らん。オッケー、ザキさん取って、まあ一回ちょっとお見舞いしておきますか。どうなるかっすよね。ですよね。やっぱ止められるかもって思ってたけど、やっぱりそうなるよね。ポロンペルン、ポロペルンも打ちたいけど、ちょっと待ちますね。我慢しながら。ハマイダー、ほんでポロンペルンどうよ。うわ、ファールいってもた。え、ファールにならへん。いいいい、ここでもう笛吹くなよ、ふざけんなよ。うーわマジか、あかんあかん。こいつら高杉とか伊沢をの頭を越すような必殺はまずい。そうや、こいつらディフェンス能力早っ。ディフェンス能力だけでも20あったんや、忘れてた。こいつらの頭こすのはほぼ不可能や。ポルンペルン動揺が不発、まずいぞこれは、まずいぞ。来すぎ来すぎ、こっち左来すぎ、こいつほんま。あと滝の速さがえぐい、ドリブルの。基本的にはパサーやで、みんなフィニッシャーが誰もいない。おっせこいつドリブル。あーこいつがフィニッシャー。ただ通常の状態でもシュートは20ありますから、なんか雨で落ちてるのかもしれないですけど。ナイス川口。いやここはやっぱ神川口に守ってもらうしかないよね。よっしゃ、競り合い勝てるか。ファール。ガキおら、しておら。よしよしよし。いやちょっと翼ヒールリフトで
行きたいなと僕は思っている。正直崩せる可能性あるのはもうそれだけかな。かまあある程度近く行ってその高すぎの高すぎる壁の上から打てればいいんでしょうけどね。高すぎ相手やったらヒールリフトもやばいかもしれないので、そもそもが。行ってみよう、一回ヒールリフト戦略行ってみます。この高すぎの5番高すぎを超えれるかどうかが結構ポイント。よし超えた。よし桑田は大丈夫やろ、さすがに。マット桑田、うわーくわー調子南葛ウィングスのゴール空っぽ、調子やめてくれー。くそ、空っぽとかってあれ嘘やしな、絶対嘘なんすよ、基本ブラフなんすよね。どうしよう、山猿を打とうかなと思います。パス、いやパス、パスになるのかスローインなのか。しまった、じゃあもう翼にパス、翼にパスを。サイクロン、あー高いの来てるわ。ドライブオーバー、じゃあ1点取りたい。とりあえず桑田君飛び出した、これは確定か。よし、ポストさえ当たらなければ。OK! よし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 、晴れたー。いや、ちょっとドキドキします、今回は。佳境やね、佳境に来てるってことなんでしょうね、これ。よしよしよし。集中していくぞ、一本止める。基本、向こうはシュートは弱いから、シュート待ちでもいいんですけど、できればこの辺りで取れればねって感じですけどね。まあパスめちゃくちゃ回してくるから、勇者、翼、コン辺りがタックルに行ける状況ならば、そこに無名のやつが突っ込んできてくれたら止めれる可能性が出てくる。でシュートもね、ショボシュートなら全然、まあ雨で攻撃力も下がってると考えればいけるはず。そう、もう打ってくれた方がありがたい、伊沢ですよね。無名の川口が安定したセービングを見せる。よし、中で取った、 OK。点差にしといたらだいぶ楽ぞ、マジでマジでだいぶ楽ぞこれ。いい、高杉をここでワンツーで抜き去りたい、邪魔な高杉を。なるべく前へ行け、よし、これで高杉が一瞬止まると思うので追いつけなくなるはず。フリー、完全にフリー。おっしゃー、もろたー、フレーミングの法則やっとる。嘘でしょ、どのタイミングでおらんかったぞ誰も。嘘でしょ、しっかよ。いやーこれ高すぎおるからな、まあ厳しいですけど打ちます。時間を使っていく方向もありますし、高杉が多分飛んでくるでしょう。荒井さんもやばい、荒井くん吹っ飛んだ。よし、高杉には行かず荒井吹っ飛ばして
クワワを外したナイスナイス、これはナイスすぎる、晴れた、これはでかい、よし、おー、びっくりした、雷鳴ってます、外、今、外も雨降ってる、南葛ウィングスのところ、線も雨降ってるけど、外も雨降ってます、停電が怖いですね、これは、すごいでかい雷が今、聞こえましたが、これはもしかして、波乱を予感させる、山王線の雨と同じでしょうか。ここ取れたらでかいよ、そうそう、アライジュニア、アライジュニア、もうモハメド・アライジュニアから、アライジュニアから滝蓮太郎、ちょ待って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 、まあまあ普通のショートでええ、もう、もううちな、うちいな、もう変な汚染だって、変な汚染だってスルーとかそういうのやめてほしいね、変な汚染、もうキーパーがガタつくのが嫌やね、クリア、ボレーシュート、これ無理やね、うちやったらね、うちやったらあれ絶対取られんねんけど、いけっかな、パンチング、うわー、やった、いやまあしょうがないな、この辺も仕方がない、失点と考えた方がいい、残り1分でしょ、もう無理して攻めるよりもガッツ温存の方が僕はいいと思いますので、ちょっとここは時間使いますわ、後半にガッツ残しとく戦略で、もうオフェンスのやつを全員使わないというかのガッツを温存しますわ、残り時間はロスタイムだけとなった、危ない危ない危ない、めっちゃ来るやん、よいしょ、いいパスですよねこれ、よし、オッケー、ふぅ、まあ、イラン交代とか来ないのを願うけどね、来なさそうですかね、うん、大丈夫ね、え、あの見すぎがおったチームはこのさらに次でしたっけ、もう分からんなってるわ、もう早っ、早い、やばいな、てか晴れたな、晴れた、違和感がすごいな、晴れました、うわ、うまっ、めっちゃうまいやん、ヒールリフトですよ、ほぼ、いやほらこの辺がもう取れんくなってんすよね、前節やったらめっちゃ取れたから、ああいうのが来すぎに鈴木が、ややこしいわ、タックルもマジ取れへんくなった、お前キーパーのパンチングでええとこ飛んでくれる以外ちょっと取れる要素がないっすね、スルー、あかん、あかん、うわー、ちゃんとヘディングくる、でもね浜井くんは決して有名選手ではないんだが、バランスを崩してんのよね、ナイスー、ナイスパンチング、レンタロー、勇者が376、ガッツが足りてない、パロンパロン、そう、そういう、どうしようかな、川口くん倒れたままっすか、うわ無理や、来すぎのヘディング無理や、いやこれは無理や、いやー厳しいな、全くボールが奪えない、ちょっと思い出してきましたね、キャプテン翼というゲームのこと、ちょっとと見せてもらおうか、現在のガッツ量ですよ、翼が334、勇者が380、ザキさんが424、まあまだ慌てる時間じゃないな、よっしゃ、いくぞ、スクデッドジャパン、ゴー、
Go Squid Japan。 とりあえずは翼使いたいですけど、ヤマザルを売ってもいい気もするんですけど、あ無理やな、やっぱヤマザル頭通すの無理やから、打つにしてもある程度乱れてる状態で打たないと、とかあのコーナーの時に打つのが一番理想的やね。ヤマザルはコーナーで使う。さあ高杉、新井くん、高杉くんに囲まれた。高杉にはヒールリフト、新井を抜いた、能力高杉くんにはヒールリフト、ナイスイーズ。よし、これで敵はおらん。ゴール前突っ込め、クワワ頼むぞ。よし頼む、よしよしよし。で、あと温存して、もう勇者温存。伊勢崎は、撃つ。山猿。で、行く。で、最後最後、もう一回翼で100ぐらいガッツ使ったら、ギリヒール人2発ぐらい撃てるから、ゴール前で翼取った時は、うまくそこをコントロールする。それで行こう。翼ナイス、ちょっと待って、翼の残り135、ワンツーでなんとか侵入して強引に行けへんか。ツバーサのヒールリフトを最大限使いたい。ワンツーでどれぐらいガッツ使うんやろ。残り60しかない。あかんあかん、シュートも打てない状況ですよねこれ。ここまで来て思ってるしな、行くしかねえな。新井ジュニア、行け。クワワが来てドリブル、あー無理か、なめぶすぎたか。時間は稼いだと思う。いいパス出すなーキーパー、ドフリーやんけ。シュート打ってくれ、ここ1点やりたくねえなー。はやっ、シュート打たない。これは理想的な攻撃をされてますね。止めろー、よし、赤パスよかった。ていうかマイボールにならんなー。パスマイボールになりませんなー、マジで。結構戻してくれた感じ。ラッキー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 。遠いぞ、これはペナルティエリア外、止めれるぞ川口、よーし守ろう。くー、いやーもう止めてんのになー、マジで止めてんすよ、止めてんすよ、ほんまに。前打ってこい。さあ、負けん気の強いハマイ打ってこいよ。逃げてんじゃねえぞ。滝くんは早いだけ、打ってこない。来すぎに打たせたいね。打たへんのかい。こいつらすごいな、もう何してんのマジで。伊沢高いボール、これ打ってくる。伊沢強いぞ、いけるか。いや厳しいぞこれ。ちょほんま頼む川口、ここ止めろー。
やつら、全くボールを触れないっすね。勇者が468、溜まった。いや、行くか。これ行くか。勇者468で。この、でも15分でしょ。どう使うかもあんねんな、これ。その、結局468あるとしても、上を越すようなシュートは通用しないと分かっているので、難しいところなんですよ。ある程度は前に行った状態で、ここやな、ここで。よし、打ちます。ポルンペロンドゥーヨ、渾身のポルンペルン。よっしゃ、キーパーに直ダイレクトアタック。うわー、やった。運にも見放されている。やった。これはやったかもしれない。いや、ちょ、やめてやめてやめて、ほんまやめて。来た。止めれるよな、川口。川口、川口山。よし、けど弾き方が悪い。コーナー、コーナー、打ってきよった。来すぎが、ダイレクトに来すぎやから、もう当てろ。ダイレクトに来すぎやって、マジで。佐々木さん、当てろ。耐えれるか、川口。いやー、ナイス。苦しい、マジで。跳ね方がもうね、違うのよ。じゃ、ほんまやめてよ。来すぎにパス打っては来ない。センタリング、もう人めっちゃ団子やで。ゴール前全く触れへん。これどうなってんねん、このゲーム。じゃあ、もうなんやねん、これ。あかんで、ヘディングあかん。これもう傾向からして、普通のシュートは止めれても、このヘディング系は止められない。これはまずいな。いやー、やばい。もうててんが鳴ってる以上、山猿打つしかないっすね。少しでも前に行きたいんすけどね。残り1分ぐらいになるまでは前に進む選択しようか。ワンツーは基本、あの、相手の上を越さない限りは時間はあんまり使わないので、パスうまいやつで少しだけ時間使って、30秒ぐらい使ってる感じか。なるべくうまいやつらを乗り越えてから、もう高すぎおるけど、ここで打ちます。2分30秒願いを込めた山猿、絶望の山猿。うーわー、負けた。これは負けました。
取った可能性まだある。ゼロじゃない。ダメなんす、勇者ではもうシュートが打てないんす。負けちゃったね。みんな前よりもずっと強くなってて嬉しいよ。あ？いやー再戦するでしょ。ムカつくもん。嬉しいよとかそんな負け惜しみやもん、そんな。勝つよ、勝つまで行くよこんなもん。ざけんなマジで。川口がまたレベル上がった。石崎翼、そうやな、まあ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 、マジ会頑張りましょう。